っぱいあるもういいって言っていい小芝居しちゃったこれがいいですねこれがいいです、最高です梅雨もない、梅雨もないよ梅雨ないしな、なんか嫌がるものは全然で、意外と冬は暖かいでしょ、家の中は家の中は暖かい、もうむしろ暑いです、こんにちは、ありがとう、先ほどの大阪ロングの動きを止めたという形になりました。そこが見えてる、さすがですね。斉藤、ここはしっかり鈴木がついていきますが、振り切った斉藤、なあ、こういうところのフローター非常にうまいです。まず流れ込むようにやっぱ攻めたいから、ちょっと今リピリが自分たちのペースじゃなくてもう15点ぐらいしか取れてないから、まあすごい、もうやり続けて、もうこういう試合もあるし、それでもやっぱ好きだやり続けて、やっぱ3ポイントの方はリズム3とかはシンプルに決めて、リズム3はもうシンプルに決めて、リズム3はシンプルに決めて、リズム3はやっぱ結果感じない、そのプレッシングフェイドリーダー、プレッシャー、パスタ、プレッシャーしてないし、受けないプレッシャーしてないし、ゾーンが多すぎるし、なんか消極的にプレーしてる。らしく、うちらしくプレーしてる。そこ、集中しよう。後半、そこから集中しよう。で、そこからどうするか。スロー3、ワンツー、テー！始まりました。名古屋のオフェンスで始まっています。斉藤からフランクス、コーナースリー、叩き上げた後半のスリーポイント、一発目から来ましたね。大阪の最初、後半最初のオフェンスとなります。タッチの名古屋のディフェンスが光りました。この時間は大阪リードしていますが、フランクスのスリー、後半だけでももう、パス、ここは名古屋が止めて、エサトン持っていく、自分で行った、このテンポですね、ドルフィンズ。スミスが動く、ここで坂本、スミスが行く、スミスにもいるぞ、ドルフィンズにもいるぞ、ゴール下のバンディングが。名古屋坂本、ここでフランクス、ポイントの成功確率が後半上がっています。残りは18を切りました。この位置からフランクス、4本目のスリーポイント、本当は何かが押していく、自分でやだった、詰まっている中、最後これはここで使うか、詰まっていた、こういうところで決めるのがす
ーでしたね、失礼、マッチアップは。おお、これ早めに行きたいですね。ホテル来ました、マーパトーン、まだあります、まだあります。シンプル守りましたね。後半になって名古屋ダイヤモンドドルフィンズのエナジーが爆発、大阪を抜きたり一気に点差をつけていきました。大阪もその名古屋に対して懸命に守っていったんですが、大阪のこの各選手のエナジーに残念ながら飲み込まれたといった形にもなったかもしれません。試合終了のブザーが鳴りました。 B1 リーグ第20節名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対大阪エレッサは、Right down from shooting, shooting から everything, 全て It's all dictated by the way we approach our defense. 本当にディフェンスのアプローチでどうなるか。The moment we set that up, ディフェンスを上げた途端、あとは全部ついてくる。It's really important. So 本当に大事なのは、we get that from the start. そこをしっかり最初からやろう。We have an amazing opportunity here. 本当にいいチャンスがあるよ。To get ourselves right back into that top two. またトップ2に入るチャンスがあるから。Let's not spoil it because we didn't do it that way. 自分たちで自分らしくやってないから、そこを大事なように。後半めっちゃ調子乗った。Except for the gray hair. Team 1, 2, 1, 2, 3!